行かせるもんか。ユージよ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さない。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さない。膝をつけ、首を差し出せ。教授せよ。違う、あなたはただの簒奪者だ。世界を、そこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格はない。愛は支配なり。私は全てを愛する。全てを支配する。行くぞ。小賢しい。止めた。くらいなさい。
よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定よりずいぶんと早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。意外、まったく意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認めぬ。私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。アリス、カーディナル。お見事でした。俺たち本当に倒したんだよな。うむ。ユージオ、大丈夫なのか？キリト、僕は大丈夫だよ。ありがとうございます、カーディナルさん。よかった。そうだ、カーディナル、俺がここに来た理由があって。落ち着くのじゃキリト。ほれ見てみ、お主らが守った世界じゃ。俺たちが守った世界。キリト、もしかして泣いているのかい？泣いてなんかないよ。大体誰のせいだと思ってるんだ。俺、もしお前が死んだり剣になったまま戻れなかったらって、だから二度と一人で行こうとなんてするな。大丈夫だよキリト、僕はここにいる。それに君が僕と一緒に戦ってくれた。だからアドミニストレーターを倒すことができたんだ。当たり前だろ、いつだって俺とお前は一緒に冒険してきたじゃないか。これまでもこれからも変わらない。うん、そうだね。
こうしていると毎晩一人で見上げた夜空の星を思い出すよ。ええ、とても美しい光景です。世界は僕が思っている以上に小さくて、たとえ離れていてもこの夜空でつながっているんだ。ああ、どんな時でも見上げれば夜空はそこにあって、僕を優しく見守り包んでくれた。なんだかキリトの剣の輝きにもよく似てる気がするな。そうだ、キリトの黒い剣、夜空の剣って名前がいいな。どうだい？キリトとその剣ならできると思うんだ。この小さな世界を夜空のように優しく包むことが。夜空の剣、ああ、いい名前だ。ありがとう、ユージオ。はあ、どうやらユージオには命名の才能があるようですね、キリトと違って。おい、なんで最初から俺に命名の才能がないって決めつけてかかってくるんだよ。ねえ、君たちはずっとこの夜空みたいに僕のそばにいてくれたんだね。たとえ記憶を思い出せなくても、僕の魂には確かにアリスとキリト二人の思い出が刻まれていた。僕は一人きりなんかじゃなかったんだ。ああ、思い出が消え去ることはないんだ。アリスの記憶と一つになった時にも感じた。アリスもずっと僕を見守ってくれていたってね。ええ、彼女、いえ、もう一人の私はきっとあなたたちを待っていたのです。アリス、不思議ですね。記憶はないはずなのに、こうしているとどこか懐かしい気がします。ああ、俺もだよ。あの星、なんだろう、名前が思い出せないな。ね、どれだよ。あれではないですか。あれとかあの星じゃわかんないって。俺たちはアドミニストレーターを倒し世界を守った。ただ最終負荷実験を控えている以上、これから先に何が待ち受けているかわからない。それでも人によって作られたこの世界は確実に変わっていくだろう。人々の魂が悩み迷いながらも輝くことのできる世界へと。キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと、こっちじゃ、ついてこい。システムコンソール、一体これは。これは外の世界とつながるための道具だ。外の世界、アドミニストレーター君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれキリト、君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界、リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でも
どうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージオ、今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージオ、君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。ありがとう、キリト。こちらこそありがとう、ユージオ。お前がいなかったら俺もここまで来られなかった。話は済んだかな。問題はまだまだ残っている。来たるべき暗黒界との戦争、そして聖豪騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。じゃがまずはキリト、お主の問題が先じゃ。ああ、エクスターナルオブザーバーコール。菊岡さん、聞こえるか。キリト君、キリト君なのか。久しぶりだな、菊岡さん。なんてことだ、記憶がロックされていないのか。俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは話さなければいけないことがたくさんある。菊岡さん、あんたのしたことは。キリト君、これは。キリト！カーディナル様、一体何が。わからん。肉体への傷はおろか、天命の現象も一切ないようじゃ。キリト君、返事をしてくれ。お主、キリトに何をしたのじゃ。君は。わしはキリトの友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか。いや、こちらからは何も。そうか。キリトはお主と話している最中いきなり倒れたのじゃ。なんだって。キリト君は無事なのか。生きてはおるが呼びかけに応えん。至急原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは一度切らせてもらう。話は聞いておったな。ひとまずキリトの体を安全な場所に移す。それからどうするんです。キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたらアドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずはキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか。はい、私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか。氷教会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを聖豪騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である聖豪騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる。無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかはアリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か。はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった、頼んだぞ。
アリス。その後、おじさまを目覚めさせ、集合した他の聖豪騎士たちにも事の経緯と。聖豪騎士様！何事ですか？今は騎士だけが参加を許される重要な会議の最中なのです。申し訳ありません。ですが、非常事態でして。構わねえよ。行ってみろ。それが、空から人が。空から？我々を愚弄するのも大概に。本当なのです。上空からセントラルカセドラルの1階へ何者かが突如舞い降りてきたのです。そいつは何て？キリトという名前を口にし、そのものを探しに来たと。キリト、おじさま。ああ、何せよ油断するなよ。わかりました。それでは行ってまいります。